ジェームズ・ラブロックは、イギリスの科学者であり、作家であり、環境主義者であり、未来学者。大英帝国勲章受賞者。グレートブリテン島の南西、コーンウォール在住。地球を一種の超古体として見た、ガイア理論の提唱者として有名である。ラブロックは、レッチワースに生まれた。マンチェスター大学で科学を学び、ロンドンの医学研究所に職を得た。 1948年、ロンドンスクール・オブ・ハイジーントロピカル・メディシンにて、医学の PhD を取得。その後アメリカ合衆国で、イエール大学、ベーラー大学、ハーバード大学での研究に従事した。ラブロックは様々な科学的機器を開発し、その一部はアメリカ航空宇宙局で惑星探査計画に採用された。ラブロックが ガイア仮説を生み出したのは NASA で働いていた頃である。1961年初め、ラブロックは NASA に採用され、地球以外の大気と惑星地表の分析のための精密機器の開発に従事した。1970年代後半のバイキング計画は、火星探査計画であり、火星に生命が存在するかどうかを判断することが目的の一つであった。そのために、 様々なセンサーや実験が用意された。1974年王立協会フェロー選出。この仕事を行っているうちに、ラブロックは火星の大気蘇生に興味を持つようになった。火星に生命があるとしたら、その大気を利用せざるを得ないし、生命活動があれば、蘇生に影響を与えているはずだと考えたからである。しかし、実際の火星の大気は、 化学平衡に近い安定した状態であることが分かり、酸素やメタンや水素が非常に少なく、二酸化炭素が多すぎることが分かった。ラブロックにとって火星の大気と化学的に変動する地球の生物圏の大気の明確なコントラストは火星上の生命の不在を強く暗示していた。それでもバイキングは火星に向けて打ち上げられ、生命を探査することになった。今までのところ、 現存する生命の証拠も絶滅した生命の痕跡も発見されていない。ラブロックは電子捕獲型検出器を発明した。これを使って CFC の永続性と生存権の保存層破壊に CFC が果たしている役割が明らかとなった。ラブロックは現在海洋生物学会の会長を務めている。1974年には王立協会フェローに選ばれ、 1990年にオランダ王立芸術科学アカデミーから環境部門で第一回のハイネ検証を授与された。2003年エリザベス2世からコンパニオンオブオーナーに助せられた。ガイア理論は環境主義者らからは広く受け入れられたが、科学界全体には完全に受け入れられたわけではない。批評者の中でもリチャード・ドーキンスとフォード・ドゥリトルが有名である。 批判者が指摘するのは自然選択説が個体に関するものであって惑星規模の向上性にそれを適用できるかどうか不明であるという点である。それに対してラブロックはデイジーワールドのようなモデルで個体レベルの効果が惑星規模の生態系に変換される様子を描いた。しかし地球システム科学は溶濫期にありデイジーワールドのモデルが 地球の生物圏と気候の複雑さにどう当てはまるのかはまだ不明確である。ラブロックは温室効果による地球温暖化の脅威について懸念するようになってきた。2004年、彼は原子力だけが地球温暖化を停止させることができると宣言し、仲間の環境保護活動からとたもとを分かち、メディアに大きく取り上げられた。彼は化石燃料の代替として、 エネルギー需要を満たしつつ、温室効果を削減する、現実的な会は、原子エネルギーしかないと考えた。2005年、新たなイギリス政府が原子力に関心を寄せ始めたのを背景として、ラブロックは、再び公然と原子力支持を表明し、環境保護運動からが原子力反対運動を、やめるべきだと主張した。彼が原子力支持を公に表明したのは最近だが、 その考え方は、長年持っていた。1988年の著書ザ・エイジズ・オブ・ガイアで、彼は次のように書いている。イギリスの新聞インデペンデントは2006年1月、ラブロックの談話として、地球温暖化の結果として21世紀末には、何十億もの人々が死に、気候的に耐えられる局地でごく少数が生き残るだろう、と書いた。彼の主張によれば、21世紀末までに、 温帯の平均気温は摂氏8度、熱帯の平均気温は最高摂氏5度上昇し、世界のほとんどの土地が居住不可能となり、農業もできなくなる。我々は変化の恐ろしいペースに留意し、残された時間が少ないことを理解する必要がある。各国は可能な限り文明を保持するために、資源の最良の使用法を見つけなければならないと彼は言う。ありがとうございます。